県によりますと新しい大分旅割では客が利用したクーポンについて事業者が事務局に換金を申請しそれから現金が振り込まれるシステムとなっていましたしかし去年12月事務局が送金すべき事業者と別の事業者を取り違えておよそ45万円を誤って送金したということです県は結果的にチェックが甘かったと言わざるを得ない 返金してもらえるように誠意を持って対応してほしいと事務局には伝えていると話しています新しい大分旅割りをめぐっては大量の電子クーポンの不正利用が起きていて管理体制の甘さが指摘されていました